こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題。一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。まず、丸1なんですが、これは1960年代、東海道新幹線が開通した時の画像ですよ。ちょっと画像見にくいんですが、これは新幹線ですよね。東京オリンピックにちなんで、東京と大阪を結ぶ東海道新幹線が開通しました。 で次、今度は2番を見てみましょう。2番は憲法発布の様子ですが、これは1889年の大日本帝国憲法の話ですよ。まあ、憲法といえば戦後にできた日本国憲法もありますけどね。ただ日本国憲法ができた頃の様子であれば、このような絵ではなくて写真を使うと思います。まあ、とにかく丸には昭和時代の日本国憲法ではなくて明治時代の大日本帝国憲法です。 で、これを踏まえて全てを古い順に並べるとこうなりますよ。a b c d の時代解説は前の動画でやってますのでそちらを見てください。まず、丸1は C と D の間でしょう。東京オリンピックの開催と東海道新幹線の開通は同時だと思ってください。つまり、東海道新幹線イコール東京オリンピックです。 で、での文章は去年東京オリンピックがありましたって言ってますから、東海道新幹線開通よりも後ですよ。まあ、ぶっちゃけそこまで読み取らなくてもいいんですけどね。仮に丸1を D よりも後にしても選択肢がありません。つまり、丸1と D は並び替えができなくても大丈夫です。で次、今度は2番なんですが、これは A と B の間でしょう。まあ、A よりも後というのが大事です。 1870年代に国会作って国民の意見を聞けという自由民権運動がありましたよね。で、結局政府はこれに折れることになるんですが、10年待ってくれとなります。この間に国会と国会作りの基本となる憲法を作るんですね。そしてこの憲法ができた様子がこれですよ。だから2番は A の後に入れてください。 ということで選択肢を適切に選ぶと1番は絵で2番は意でした。しっかりと確認をおねしゃす。ということで今回は以上です最後まで聞いてくれてありがとうございました。